なんだ、何だ、もうさ、どうしたの、あ、もう早々忘れちゃったセリフを2行しか喋ってない、2行しか皆さんこんにちは、ぶらり高森の時間がやってまいりました。この電気何、すみません、私のせいです。雨女が炸裂してしまいました。本領発揮、はい。しかし今日もね、風がすごく吹いててとっても寒いです。私は今高森の冬を堪能しております。こんな日に人々は外を出歩いていらっしゃるんでしょうか。これだとぶらりが収録できない。考えたんですが、こういう寒い時期に人々が集まる恒例の行事ってあると思うんですね。この前あった出初め式みたいな、今日はですね、草壁の方でとある恒例行事が行われるという情報を入手しました。それはどんどやです。わー、やったー、嬉しい。そこに行けばきっといろんな人に出会えると思います。それでは行ってきます。イエーイ。で、どんどやの歌を歌って去っていきましょう。どんどやの歌どんどやの歌って何、存じ上げないですけどね。ちょっと作ってみましょうね。お、作れあー、どんどやどんどや、お餅焚き火、どんどやどんどや、おはようございます。すいません、今何されてるんですか。竹っていう作業です。え、何用の竹ですか。園芸とか何とかですね。園芸、はい、あ、そうなんですね。園芸用だそうです。園芸用、はい。なんかひょんなったけんが何かねと思って来たんですよ。造園とか、はい、まあいろいろ、あ、カメラ落ち、いや、で、造園でもいろんな使い方あるじゃないですか。どういう風な企業秘密だっけ。企業秘密だ。ここの滝がやっぱいいとですか。そういうわけじゃなかけど、はい、種類の跡ですよね。これは破竹ですね。破竹、破竹。昔は時期の若時な、はい、切れば虫の食うというか、ばって今は生きとっとばくことですもんね。へー。それはイノシシについたり、あ、で、全部もうここに穴ばほがし、だけん割った時に中が真っ黒だけ、あら、使わないんですね。あ、もう虫が入っとるってことですね。切ってみるのは分からんってことですか。いや、もう見れば分かります。あ、そうですか。だけん知らないあたりは、はい、ウイルスのおかげ、トマトとかなんとか野菜も作られんっていう話もあるようです、はいはい、あ、そこまで広がっとるんですか。竹もだんだん根が上がりよってですかね。いや、ネバーガットなんだけど、まず切る人がおらんですよ、この仕事。切る人がおらん。で、これが簡単にこんな売れんたいな。そうなんですね。今な、一番売れよっとは広島のイカダの妄想の、イカダ用の妄想だ。イカダ用、竹イカダ、牡蠣養殖の。はいはいはい、はぁ、これが一番売ること。この仕事は汚れるしな、抜かるし、危ないし、汚れるし汚れる。この竹笹ささがな、この背中がこう入っとな、はい、これはもう結構体ば負けさすっていうか、痒なっていうか、そういう様相があるけん、痒くもなるんですね。変な仕事で、自然のもんだけもう切らんと浴衣じゃあえとですもんね。あ、自然にこう生えっぱなしでは、うん、なんかめちゃくちゃ勉強だったね、はい、初めてだったね。そういうね、こと知らなかったな。ここに竹林があったのも私知らなかったです。そうな、まず熊本行ったり長崎行ったりしようとですよ。ああ、長崎まで行かれるんですね。長崎まで、うん、もう長崎からもこう来てもらっとって作業いんな、切る人がおら。竹の肩か柔か、右左前後ろ後です、竹にもちゃんと、触って硬さ分かるんですね。ですよ、昔はな、弓は和弓はこの竹の枝のこの弾力なところの繊維のここだけしか取れんとですね。はあ、弓そこ使ってたんだ。枝下だけの3センチ、それでこの弓場作る。全部でくるわけじゃなかった。へ、真ん中は腰のないけん柔かけ。なるほど。
たかが竹、されど竹。さあ、草壁地方にやってきました。草壁地方地区、草壁地区地方すごいな、でかいな、思うとはおかしいんじゃ。おかしいですね。さあ、草壁地区にやってきました。ここです、草壁吉見神社。私初めて来たんですけど、どんな神社なのか行ってみようと思います。わあ、下にある神社がすごいでしょ。すごい、おお、そか、すごいです。あ、すごいな。今日どんどん屋が行われていますように。おみくじ買っちゃいたいと思います。何しようかな、かわいいよ、花みくじだ。さあ、何かな、何ですか。やったー、大吉だー、嬉しい。久しぶり、やったー。願い事、真実を求め、高潔な花の心を持てば必ず叶う。誰が花の心や誰が高潔な花の心や。ユリとかです。あ、あなたの花は白菊です。アザミじゃないのか全部大吉なんじゃないか。そんなことないですよ、私八代で引いたおみくじ小吉だったんですから。おめでとうございます。やった、ありがとうございます。あ、神楽でもあるんですね。きっとお祭りの時にここで神楽を奉納されるんですね。すごい、初めて見ました、神楽殿。神楽を一前しましょうか神楽一前それが神楽だ。なんか飛んでるイメージ迫る初夏。あのですね、ここ吉見神社の向かい側で今日どんどん屋が開催されるみたいです。なんか人の声が聞こえてきましたよ。太鼓もあるのかな、どん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 なんか聞こえますよ。あ、見てください、ほら、なんだっけ、櫓っていうの、あれ立ってますよ、ほら、燃やすやつ。うわ、あった、あ、立派ですね、大きい。ございます、高森ポイントチャンネルです。立派な丼屋ですね。いつからこれ建てられてるんですか。これはな、17日の日に。あ、17日から、大体昨日する予定だったって。あ、そうなんですね。雨中堅な。あ、今日晴れてよかったですね。よくございました、本当に。やっぱ皆さんの皆さんの行いがいいそうですか。お父さんの行いがよかですかね。いやいや、私じゃない、私じゃない。おはようございます。おはよう、今日晴れてよかったですね、はい、今日何時にいらっしゃったんですか。おつさん、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 あらあらあら、おはようございます。おはようございます。立派な丼屋ができそうですよね、うん、ああ、おかげで、皆さんのおかげでできました。何人で作業されるんですか。人員は決まっておらんけどね、まあ、集まった人たちやろうかってことで、このセルフさんが長でやられてま す, そうなんです、ね、詳しいことはこちらであれ、去年とか今年ありよったんですかね、今度は。コロナで。あ、ですね、4年ぶりかな。あ、4年ぶりですか、うん、久しぶりに飲むかって。あ、いいですねこちらのどんどんやっぱ飲み会が始まったんですか。大体どんどん屋は飲み会でしょあ、そうなんですねさすが草壁ですねすごいですね、
なんか初めて聞いた。なんかお餅だけとか、ね、そうですね、豚汁とかですね、はい、しないで子供がおるけんですね、こっち子供おらんけん、高校齢ばかりで雨が上がっただけでも、ね、本当にいい天気になってよかったです。本当に私以前の野村に代わりまして、新しくリポーターをさせていただいてます、オクロック熊本歌劇団の桃沢町です。よろしくお願いします。ありがとうございます。温かい歓迎の味。いやもう宴会が始まってるみたい。テレビ見ております。ありがとうございます。嬉しいです。そうですか。桃沢、うん、見た感じどうなんですか。かわいいね。あ、かわいい。若いな。野村駅に言っとかないよ、これ。あんま俺大きな声で言われ。待って、野村駅ね、草上じゃ人気あったことだけどですね。結構ちょっと聞き取られた。ですよね。うんうん、こっちは吉見川の方。あ、先生、そうなんですね。先生。あ、学校。学校の後ろ。その裏の吉見山。吉見山。陶芸家の。陶芸家の。一回行きたかったんですけど、今度行っておこうか。こっち先生、いつでも。陶芸家の先生なんです。水曜日の朝9時からと、はい、土曜日の昼から。あ、水曜と土曜、ね、覚えとかない、はい、あんま多いからちょっと分けてね。人気ですね。大人気。すごい。いつでもやります。ありがとうございます。すみません。お願いします。綺麗な人はいつでもいいです。いやいや、とんでもない。なんかウェルカムじゃ、うん、はい。嬉しいです。とりあえず。はい。みんなあったかい。じいちゃんたちと乾杯して。はい、やったー。よければ。はい、したいです。やったー。やろう。炊き出しかなんかやってんじゃん。ですね。なんか人影が見えますよ。おはようございます。TPC のぶらりです。上がっていいですか。どうぞ。はい、ありがとうございます。お邪魔させてください。はい、どうぞ。何作られてるんですか。ですね、豚汁と、はい、それからおにぎり。おにぎり。おにぎり。いいですね。おにぎり。おにぎり。あ、お母さんおにぎり担当です。おにぎり。あ、そうなんですね。張り切っていいな。あら、何おにぎりですか。これは魚です。あ、魚おにぎり。わ、わあ。大きいお鍋にたくさん。わあ、美味しそう。そう、あったかそう、美味しそう。またいろいろ準備してますので。本当だ。追加の材料がたくさん。お酒の魚をね、作るのがあのどんどん屋の目的。そうなんですか。そうなんですよ。なんかほら餅焼いたりとか。餅も焼きますけど。餅も焼きますけどね。まあここ草壁はね、お酒の魚がいい。私そう思ってます。いいですね。いいでしょ。はい、素敵などんどん屋。大丈夫ですか。わあ、大きい鍋。お母さんたちは今何されてるんですか。何もしてない。これ何の準備ですか。焼肉の準備。ホルモンとか焼きのやつですか。ちょっと美味しいやつを食べさせてください。わあ、ありがとう。まあみんなが喜んでくれればいいなと思ってやってます。わあ素敵です。楽しみですか。やっぱどんどん屋は楽しみ。子供の頃とかはどうだったんですか。どんどん屋は子供の頃ってあまり興味がなかったですね。私たちの頃は久しぶりのどんどん焼きで楽しみに来ました。楽しみにされてましたか。はいはい、私ってもう高原な年取ってからな、どこも行けんど。あ、なかなかですね。うち、ん、に来てもらったって。あ、そうなんですね、よかったですね。え、わしがもうかなわんしですね。あ、そうなんですね。ついてこういう人が集まってはよかでしょう。はいはい、まあ、楽しみ、ね、楽しみ、はい、ですよね。はい、このぐらいの大きい声。はい、わかりました。ですよね。もう年ですけどね。そっか、もう96。はい、え、96ですか。あ、すごい。はあ、え、じゃあ昭和。え、違う、え、3年。お元気ですね。元気、元気、元気、元気しちゃかって。確かにですね。まだ食欲は旺盛ですか。あ、さすがです。焼酎もの。どうですか。焼酎も飲みよ。焼酎も毎晩飲みますか。そうですか。今日もじゃあ楽しみですね。そうって。
なんとかな楽しむ楽しんでください。ありがとうございます、うん、いっぱい飲んでください。ありがとうございます。だたちを飲んないつ ありがとうございます。いただきます。あ、締め縄とかちゃんと燃やすんですね。大きいですね。にしてもすごい。うわあ、大きいな。私の地元こんな大きくなかったですよ。結構食べ物揃いましたね。はいはい。いっぱいありますね。今日の司会進行ですか。はいはい。おお。おはようございます。久しぶりのどんど屋ですね。初めてちゃう。あ、私はい初めてです。はじめまして。どんどんの代わりね。はい、代わりに勤めさせてくれております。桃沢と申します。桃沢さん。はい。桃ちゃんね。桃ちゃんね。そうですね。ありがとうございます。嬉しい。うん、桃ちゃんね。よろしくね。よろしくお願いします。お父さんの言葉が関西弁。そうそう。え、なんで。私ね、定年まで42年間ね、京都にいたんです。あ、それで。じゃあもう生まれはこちらだったんですか。いやいやいや。え、どこですか。私は生まれは鳥取です。それでこっちに移り住まれたわけですか。そうそう、私の女房がね、こっちの方でね、女房の介護でね、定年後はね、女房の孝行しようと思ってね、草壁いいとこですわ。水もうまいし、うん、お米もうまいし、一番は人が優しい。今度新しくレポートに乗られたけど、テレビで拝見しております。わー、ありがとうございます。はい、桃沢と申します。よろしくお願いいたします。お母さんの担当何ですか。え、私は雑用です。はい、もう使いっぱしりで、他には何もできないので。本当です。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さん、警告前になりましたので、本日の年男、年女の方はこちらの方に集まっていただけますか。先生、じゃあ定刻になりましたので今から点火したいと思います。3人とも84歳。ああ、同級生。おめでとうございます。おめでとうございます。いいですか。はい、じゃあ3カ所から行かれて。わあ。ここに入れます。待ってください。はい、準備ができましたか。はい、じゃあ点火します。点火。はい。目が太りましたからね、心配だったけど大丈夫。大丈夫そうですね。いいのこれで。大丈夫。あ、よもよ。はい。もう上がりました。うわー、うわー、上すごいですよ。すごかですね。すごかですね。雨が降ったですね。うん、すごい燃えますね。すごい。すごいね。名前は？佐藤春人。春人くん。なんか久々に見たんで、子供に見せれればいいかなと思って。よかったですね。感想も、はい、すごい迫力、大迫力です。懐かしい、そして久しぶりにこの空気感感じました。やっぱいいですね、こういう行事って大事。4年ぶり、どんどん上がる。あとはノートが楽しい。桃沢と申します。26です。あ、26。はい、桃沢も一緒に頑張ってたけどな。そうですね、僕も頑張って、
延岡の古墳から。延岡、はい、延岡にはどんどん屋ってあるんですか。延岡ちょっとないもんですか、はい、どうですか、どんどん屋。いやこんなのね、久しぶりですよ、これコロナでね。もう最高ですね。もう途中で2回目なんですよ。あ、2回目なんですね、見られるの。八方酒とか夜飲み会が出来上がってしまって気持ちよく帰ったんですよ。感動して、でその味が忘れないんで、ぜひ連れて行ってくれって今日も楽しんで、はい、私が行ったんです。楽しんでいってください。ありがとうございます。半分ぐらいになっちゃいましたね。すごい勢いよく燃えてますけど、どうですか、見られて。最高。最高ですですよね。そう、やるとこが少なくなったっけね。小さな部落でもあれ大きさがありよったんですよね。それが今はもう少なくなったけ、もうここがほとんどになったんですね。やっぱつ残していかねえかんです。食べ歩きます。あ、もういいですね。どうですか、実際食べませんか。門松を処分しました。やっぱ正月のお供え物とかはどんどんやっぱ燃えするんですかね。まあ、大体そんなもんですね。 でもあんまり近くによって服が燃えますよ。燃えますよ、気をつけんと。楽しいですか、やっぱどんどん屋は。まあですね、楽しいです。みんながこう寄ってですね、することがいいんじゃないですか。今日は天気も良くなってですね。本当ですね。雨が降ったけど、うん、ちょうど良くなりました。うん、はいはい、あ、いいんですか。はいはい。もう一つね。いや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 、私よかった。飲んだらいかん。よろしくお願いします。飲んだらいかん。飲んだらいかん。飲んだら。俺は車の運転です。ハンドルキーパーで。令和6年の2日目の夜明けが来ました。今年から、私たち吉見森クラブも、再出発ということで、どんどん屋を計画いたしました。ゆっくり、過ごして八方酒なり甘酒なりをいただいている、はい、いければいいですね。はい、じゃあもたれてただいまから乾杯をしますので、ご紹介よろしくお願いします。皆さん方ご覧のとおりですね、どんどん屋、素晴らしいものができました。見てみますと、この煙が今年の干支の初のごとく雲まで登っていくような勢いで、燃えておりますし、またあの大きい竹の本と走る音、これは服を呼ぶような大きい音だったというふうに思いますし、また厄を払うような大きい音だったというふうに思っております。それでは乾杯。乾杯。もう一つ乾杯。乾杯。もう一つ乾杯。乾杯。ありがとうございました。イエーイ、乾杯。乾杯。ありがとうございます。いただきます。久保田だそうです。乾杯。ありがとうございます。いただきます。さあ、嬉しいです。酒強かったですよ。レーザーのところに飲む子じゃないの。あの子との次の子です。あ、はい、ありがとうございます。乾杯。はいはい、乾杯。乾杯。はい、ありがとうございます。美味しいですか、やっぱ。美味しいですね。
いや、私の車の運転がいい。美味しい。美味しいですか？美味しいですか？竹の器で飲むと美味しかったよ。あ、甘いです。今からですね、カッポ酒をしますから。あ、そうですね。はい、カッポ酒も飲んでいきます。カッポ酒。楽しく一日、まあ、何時間、短い時間ですけど、はい、楽しく。ありがとうございます。小川さん、美味しいですか、お酒？乾杯。乾杯。そうですね、無病息災大事ですね。飲みましょう、飲みましょう。お酒美味しいですか？美味しいです、最高です。日本酒お好きですか？ちょっとだったらね、口にも美味しいんですけど、たくさんは飲めません。でも美味しいです。美味しいですよね。ありがとう。今日天気になってよかったです。本当ですね。ありがとうございます、ね、数年ぶりですしね、どんどん屋も。そうなんですよ、いろいろしてしてたけどね、今日雨でわーと思ったらね、はい、晴れてきたから最高です。ですね。ありがとうございます。楽しみましょう。楽しみましょう。土佐お母さん、美味しいですか？美味しいです。何食べられてるんですか？今、しし肉と鶏肉を食べてます。しし肉もあるんですね、はい、あちらの方で。お酒どうですか？美味しいですか？どんどんやって楽しみなもんですかね。多分そうです。楽しいです。皆さんと美味しく食べたり飲んだりできてますね。そうですね、いい時間だと思います。確かに、皆さんに感謝で。本当ですね。熱いですか？これ餅ですか？お餅じゃない、米粉。あ、米粉。うん、米粉で作るんだよね。でも暑くて近づけない。今はね。もうちょっとしてから。ね、もうちょっとしてからのがいいですね。10年以上経つかってんだ。生まれが向こうですか？そう。旦那がこっちの草食べました。あ、そうそう。あ、それでも青年だったでしょ、旦那が。だから。それで一緒についてきてるわけ。関東はこうにするの。家庭でやってるの。でこれを食べると無病息災。あ、なるほど。そういうことなのね。へえ、面白い。何かなと思って。うん、まるで生け花みたいですね。いや、生け花。そうですか、違いますか。暑くて顔が真っ赤で。ねえ、焼けちゃいますよ。私の公園でお互いやってるんですけど。またお酒もらった。はい、おかわりもらってきました。嬉しい。いただいていいでしょうか？ありがとうございます。これは何ですかね？これは鶏肉です。わー、鶏肉。後ろはシーシー肉。こんなたくさん、ありがとうございます。いいですか？はい。わー、美味しそう。美味しい。うま辛いです。お父さん、めっちゃ美味しいです。美味しいか。はい、ありがとうございます。後ろのシーシーも食べて。はい。あの、柔らかくしてます。あ、流しながら手でやってください。いっぱい食べて。はい。合う。カメラも止めちか食べなせよ。はい。本当はドイツさんの方やけど。お母さん、乾杯。はい、乾杯。乾杯。どうですか？乾杯。美味しいです。美味しいですか？美味しいです。よかったです。久しぶりのお酒。お酒。うん。食べたことあるね。あ、めっちゃ昔に、すごい前に食べたんですけど、もう覚えてないです。柔らかくて美味しいもんね。食べて。はい、ありがとうございます。今日久しぶりに食べます。よかったよかった。めっちゃ美味しい。柔らかいし、全然臭くないです。めっちゃ美味しい。塩コショウがいいですね。とっても美味しい。酒のつまみ。なります。どんどんはどうですか？まあ楽しいです。遅れたですけど、辰年で。そうね、年男でね。はい、違う地区で火つけたんで。あ、そうなんですね。はい、どこの地区行きました？シャクラ。これからも楽しんでください。はい、ありがとうございます。
家さんたちたくさん食べられましたか？あ、いや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 、たくさん食べました？もうしっかり食べました。本当ですか？お酒も結構飲まれました？お酒も甘酒もみんないただきました。よかったですね。大変ですね今日は。いやいやいや、楽しいです。よかったですよね。うらりともにもしっかり見てます。ありがとうございます。そうなんですね、嬉しいです。桃沢町と申します。奥六熊本歌劇団の、はい、ね、よろしくお願いします。最初から見てますよ。 ありがとうございます。そうだったんですね。お母さんちょっと頬ほんのり赤いでしょ。はい、お酒も入って。お酒は入ってないかもしれないけど、これはね、お茶。お茶、あら、お茶だったんですね。あら、最初の高いお酒があったそうですけど、はい、あれいただきました。あ、どうですか。美味しかったですね。お母さん飲まれました。はい。美味しかったですね。こういう時に飲むお酒って美味しいですよね。そうですね。どんどんやってどうですか、見られて。そう、やっぱ楽しいですね。数年ぶりにね、開催されてよかったですね。お母さん方どうですか、美味しいですか。美味しいです。よかったです。今度は川になったですもんね。あ、そうなんです。ありがとうございます。そういえば、はい、奥六区の桃沢と申します。そうそう、よろしくお願いします。とても上手。いえ、とんでもないです。前原さんのおかげです。あ、暑い。あ、なるほどですね。ブラリア見ようってどうなんですか、面白かったですか。いや、面白かった。面白かったですよ。よかった。楽しみに見て。あ、本当ですか。あ、なんか笑顔が一番好き。ありがとうございます、嬉しいです。やったね、おめでとうございます。やっぱ慣れちょらす、慣れちょらす、うん、ほんと上手。ありがとうございます、光栄です。楽しみしとるけんね。はい、ありがとうございます。頑張ってくださいや、ね、頑張ります。頑張ってね、うん、頑張ってください、はい、桜にも来てよ。あ、桜に、はい、桜も行くとですけど、桜は全然もうあれないもんね。人がおらさんごた感じですね。私は行ったり来たりいつもしようと。時間帯が悪いとでしょうね。あ、何回撮ったかわからんとですよね、桜も。全然合わんきね。私が前一回来らしたこと。あ、そうね、うん、何時ぐらいが大体あれですかね。そうね、やっぱお昼から。あ、お昼からですか。昼前か昼からか、ちょっと2時頃まではひんねせねえかもんだけど、ね、でしょ。こっちの昼は時間かかるよね。そう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 。目が覚めたきっちすぐに起きれんですよね。今年は待ってますよ。はい、桜も行きます。はい、桜に行きます。で、奥の声はオタクだったもんじゃね。すまない、私で天の声が。天の声はミランコスばっかしか言うんですね。声だけは聞くけどね。もういつもどんな人なりかなって私も思った。そしたら天の声の人にやっと会えたきね。あ、すいません。今年はご利益があるかもしれない。ありがとうございます。いつか電話して全員言わねえ。いやいやいや、まだ暑いな。まだ暑いですね。暑いですね。すごい丸太が入ってたんですね、中にね。お父さん、あれ何ですか、後ろの。あれ、はい、あれは、あの、鬼の目端。鬼の目端？鬼の目。あ、鬼の目、はいはい。鬼の目端、あ、弾くやつ。へー。何のためにあるんですか、あれ。そのいわゆる薬病や、まあ、鬼を払うということ。退治する、払う。だから、あの、まあ、演劇でいろいろあって、12種もあって、それが回る。あ、 12本あるんですか、あれ。はい、あ、へー。それ12種ってことですか。はい、その年の方位があってですね、こっちの方が、まあ、鬼門とかあって、その方向にから悪が来るから、はい、へぇ、そうなんですね。だけん一本だけ向こうに行かなっとったんですか。そう、あっちの方角が今年鬼門。はい、ああいう飾りは昔からあったんですか。昔からですね。あの、このどんどん屋地の今いますけど、昔は鬼びたき。鬼びたき、はい、鬼の
火を焚く鬼火焚きで、ここで鬼火焚きをしてボンボン走るでしょ、はい、あれで弾くと、あ、やぶ笑いをする、参加ができな、できないところもできるんですよね。そういったところには竹の燃え残りのところを配って、はい、でこれで温まってください、みんな一緒になって幸せにいましょうというようなことですね。そんな意味があったんですね、はい、私たちが年代までは非常に興味があるわけですよね。その答えとして、はい、やはり期待するわけですよね。本当にどうもありがとうございました。非科学的ですけど、はい、お母さんこれご存知でしたか、このペア時期。あ、やっぱ人の人ですか。ご存知なんですね。昔からやっぱあったんですね。大体地元の人は知ってる。すごい博識。記念にやるよ。え、ちっちゃくなってるスルメ。スルメ。やった。ありがとう。日本酒のつまみじゃん、これ。熱々。なんかお仕事忘れてるぞ。何じゃ、地元みんななって、うまい、おいしい、うまい、カリカリ、香ばしい、おいしい、これはうまかろう、これはやばい。おさん、これ何ですか。持ってきてくれたみたいで、これ食べたら帰ろうか。そうですね、いただいちゃいましょう。はい、わあ、え、かわいい。こうやって枝を折って配るんですね。北の親父、北の親父、あ、花もち、花もちって言うんですね。焼きたての花もち、いただきます。うん、結構しっかりしてます。ご飯みたい。米粉だからかな。女の子の節句の時にはね、はい、必ず大昔から花餅っていう時にこういろんな赤とかあしてたでしょ。はいはいはい。桜はまたするかな。これをする木も違うもんね。あ、木は違う。垂れ下がるような感じ。そうそうそう。で、紅白のね、前作ってきてたの。昔からずっとしてたの。お母さんなんかお上品ですよね。お上品。ですね、そんなことない。なんか違うもん。いや、お上品と、ね、昔の習わしがね残ってるっていう、ここ大好き。やっぱり大事にしないと昔のことはね。そうです ね、うん、お父たちはどういう感じかなと思いましたよ。そんなことない。いやいやいや、いやもう、ね、お上品、本当にお父と違うね。はい、大違い。ノンテの顔しか映ってない。顔をドアップで。顔をドアップで。あ、ほら、エレちょっと、まあ、小さいかと。いや、大きい、大きいですよ。妄想だけ。半分もいらないです。3分の1ぐらい。多いな。いや、それいいですよ。なみなみ。はい、乾杯。いただきます。乾杯。普通は俺が倍ぐらいある。はい、大きい。はい、乾杯。彼女はもうね。はい、乾杯。あ、もうよかです。あ、こんなにいっぱい。かっぽ酒。かっぽ酒。初めて聞きました。人肌。いや、竹の香りがして。豚が乗ると。うん、いただきます。初かっぽ酒。違う。どっちが美味しい。飲み比べて。うん、あ、もうこれ赤いよ。こっちがちょっとまあ温かい分柔らかいけど、え、私はこっちが好きです。個人的には。ちょっと肌赤い。じゃあこっちのやっぱり1万円の方がいいって。あ、やっぱクボタね。それは違うわ。私は好きでしたね、クボタ。どうですか。あったかくて美味しいです。ポカポカです。グッとやってください。グッと。今日
今日何時までしなったんですか。日が消えるまで。日が消える日が消えるまで。先がノーナルマジよ。あの先がノーナルまで。お父さん、今から展望所に行かれる。はい、展望所に。あ、お父さんが考えなかったんですか。いや、ここばほう7500万も寄付した人がおらっしゃる。倉田正和さんで、ここ出身でですね、大阪で会社を起こして成功した方が日下部に恩返しをしたいと言ってですね、7500万出されたの。そんなに。その方がですね、桜公園を開発して、はい、展望台まで作ったんですよ。いやあ、高さが8メーター。残念ながら阿蘇山がね、ちょこっとしか見えない。あれが展望台。はい、これ展望台。偉い人が出たもんですな。どうでしょう、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 どうでどうするか。ああ。こっち阿蘇山のトッピングちょっと見えてるんですけど。すごい見晴らしが良くて、とても気持ちいいです。いい景色。はあ、晴れてよかった。風がすごい。飛ばされそう。お父さん、今日はありがとうございました。あ、いえいえ、お邪魔しました。どうもどうも、お疲れでした。いや、もうね、久しぶりにどんずを見せていただきました。ありがとうございます。皆さんがこうして参加していただくと、皆さんもね、喜びますので。よかったです。また参加してください。はい、また来ます。来年もよろしくお願いします。そうそう、また来年もよろしくね。はい、今日は大成功ですね。ごちそうさまでした。今日のぶらり高森いかがでしたでしょうか。今日はね、ほとんどぶらり草壁という感じだったんですけど、私は今日初めて草壁の方に行きまして、草壁神社に行って大吉を引けてとても嬉しかったですし、あのどんどやのね、会場で皆さんにすごく温かく迎え入れてもらって、一緒に乾杯もできてとてもほっこりしました。嬉しかったです。ありがとうございました。次回のぶらり高森もどこに行くか分かりませんが、私を見かけたらぜひ仲良くしてください。バイバイ、またね。みんなから可愛いって言われてたよね。え、嬉しい。やっぱ嬉しいよ。さよなら。さよなら。大体どんどん屋は飲み会ですよ。そうなんですね。よろしくお願いします。 ありがとうございます。綺麗な人はいつでもいいです。草壁はね、お酒の魚がいい。みんなが喜んでくれりゃいいなと。ひょうちょものどうしよう、ももちゃんね。ももちゃんね、そうですね。いいぞ、これで大丈夫です。子供に見せれればいいかなと思って。あとは農家が楽しい。乾杯。乾杯。はい、乾杯。お母さんなんかお上品ですよね。お上品。小さい子ちゃん。いや、大きい、大きいですよ。合う。あんたが笑顔が一番好き。ありがとう。ご利益がある。Peace.